こんにちは、ゆりです。こんにちは。今から魚釣りをやりたいと思います。はい、実はもう始めちゃってんだけどね。そうね、沖縄にいます。で、今回なんで釣りをしようと思ったんですか？ユーリティーからだよ。やりたいことはやる。ユーリ、今日の目標は何ですか？マグロ。マグロ。はい、本日はマグロを目標に釣りを始めていきたいと思います。ユーリチャンネル。これがまた臭いですよ。臭いんで、なんか臭い。嫌になってきた。いやいやいや、早えよ。まだ始まってません。結構入れる。パンパンに。で、入れて、で、これが、要は出入り口、こうとなると、もう今、出ないんですね。だから、半分開けぐらいにしてもらって、これでいけます。もうこれだけです。あ、そうなの？これだけで、餌はつけないです。俺の知ってる釣りじゃないので、餌のエビをこうやって振って2回しゃくるって言うんですけど、2回ばらまく、2回しゃくってあげて、餌がカゴから出たら、あの針に疑似餌がついてるんで、それを間違って魚が食べる。へぇ、行くぞ。はい、これ押さえろって。押さえてフリーにしてゆっくり落としてあげる。そこまで、止まるところまで落としてあげる。入った。で、思いっきり上に中の餌を出して3回。おい。OK です。これでちょっと待ちます。暇だ。早い。早い。ゆりチャンネル。もう一回振ってもらっていいですか？もう一回。ふ。え、マジマジ、回せばいい？え、巻いてください。あとはもう、まあ、普通に釣れるかも。マジそんなことある？え、感じますよ。なんか感じる気がする。どうする、やばいのだったら。え、なんか見える見える見える、白いの見えるぞ。お、え、え、すごい。え、2匹。やった、すごいすごい。おい、すげえ。食べますか？まずは食べられる。すごい。ちょっと寿司屋に持ってったら怒られる感じ。これはおじさんっていうやつですか？おじさん。しめじ。しめじおじさん。結構2匹だから引いたんじゃないですか？結構引きました。すごっ。よっしゃ。もう一回いきます？行こうぜ。釣ってくれ、釣ってくれ。これで。痛っ、痛っ、痛い、大丈夫？助けて。ちょっと待って。足が刺さった。ゆっくり待って。大丈夫？大丈夫じゃない。じゃない。取れた。聞いてた。おもろいね。ゆりチャンネル。来てるかも。マジ？あ、来てないかな。あ、何も来てねえや、これ。ダメか。ふっ。しゃくりが足んなかったんだ。なるほどね。歌のしゃくりは得意なんだけどな。うん、確かに。おい。おい、いい音。ダメだ。来てない。おじさん来ない。おじさん頼む。おばさんでもいい。確かに。この際何でもいいな。お姉さんとかいないかな。じゃあお姉さん釣っちゃう。釣っちゃう。しないで。ちょっと得意ない。得意なんだ。ゆりチャンネル。自分やってみたら一回。せっかくだから。今ちょっとつついてる。ついてる。遊んできた。
見て。おお、これマジじゃん。何これ。これは持ってっても怒られない。すごい。ムルーです。ムルー。ムルー。これ持っても持ってっても怒られない。怒られない。これは大丈夫。持っていこう。すげえ。やったね。ゆりチャンネル。大物釣れたらあげれないですね。腰痛いから。怖いっすね。何でそのままちょっと起きて、しかがんだら。これ違います。これ波、波とかですか。お、来たんじゃない今。違う今、来ます、来ます。あ、来てる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 。釣れるかな。なんか感じます。感じないですか。感じない。感じない。軽い。あ、残念でした。残念。そうしました。やめます。ゆりチャンネル。これ状態でいったら終わる。よっしゃー。よっしゃー。下が。あれ？え、大丈夫大丈夫。巻いて巻いて。下がどうだ。あ、逃げちゃった。うん、せっかち出ちゃったかも。出ちゃった。もうちょっと待ってもいいですか、あれの。乗った乗った乗った寿司屋に持っていけるか乗った乗った乗ったいるかな。いた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 マジおー来たマジおー、これはもう完璧。おーすごいやったー。これは超うまい。やったー。2問じゃん。これなんてやつですか。2倍。2倍。これは超うまい。美味しいんだ。美味しい。うわすごい。釣れた。持ってんね。わあ。これは最高。ゆりチャンネル。はい、ということで魚釣りしてきて、これ渡していいですか。ちゃんとしたの。なんで魚かわかんないんですけど、それ食べる動画撮りたいんですけど。調理しましょう。これは多分赤旗っていう半合ミーバイ。いいやつですか。一応ミーバイなんで、あの美味しく食べれるとは思います。はい、あとは調理してもいいのでお願いします。はい、こっちは多分ベラですね。そんなのが美味しくないな。美味しくは調理なるべくします。あ、いいね。はい、お刺身で食べてもそこまで多分美味しくはないお魚。火を通して、はい、美味しく食べれる。皆さん、お楽しみに。いってきます。皆さん、見てください、これ。うん、すごい。煮つけ。お、沖縄のお魚は沖縄の料理法で調理するのが美味しいので。へぇ、マースミという、まあ、沖縄の塩で炊いた、ちょっとうちはあの昆布だしをちょっと強くしているので、あ、いわゆるマースミとも多少変わるんですけど。余計なことさせてしまってすいません。これ結構いい魚って言ってましたよね。はい、これはあの普通に美味しいと思います。うちは湯に使ったでかいな。怖い。結構すごくない。うん、いや、でかいでかい。怖い。ね、一人300円でいいよ。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。はい、これなんていう魚でしたっけ。これはハンゴミーバイだと思います。赤旗。赤旗。はい、ちょっとお出汁を。お出汁と塩とお出汁だけ。お酒はちょっと。え、おいしいわ。マジ、うまい。実給自足いけるかも。全部ここ持ってくる。全部ここ持ってくる。高くつくない。おじさん食べる。おじさん食べたい。ちょっとおじさんを2匹連れたやつ。おじさんうまいな。え、おじさん美味しい。やっぱ池江が
で、いつだその餌になる気持ちわかる。美味しい。こっちこっち。だしがうまい気がしてきた。だしがめちゃくちゃ美味しい。だって塩とだしってだけ。だしとお酒。はい、お酒。俺だったらまず先醤油入れるもん。違うんだね、魚の味って。せっかくだからこれ裏まだいるから食べて。ゆりチャンネル。え、皆さんそんな感じで、あの僕は自分で釣った魚をお寿司屋さんで調理してもらえたら美味しくいただくことができました。これからも魚釣りを釣って、え、ここのお寿司屋さんに持ってこようと思います。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。そんな感じで今日の動画は終わりでございます。チャンネル登録とグッドを忘れてみてまた明日。ナブちゃん一生気づかないです。チャンネル登録お願いします。